ミリエル神父、シャルル・フランソワ・ビアンブニュ・ミリエル司教とは、ビクトル・ユ合ゴーのレ・ミゼラブルに登場する、作中人物である。作中では、イベック・マー・イル・エベック・ミリエルと呼ばれ、翻訳では一般にミリエル司教と表記される。あるいは、マンシーニア・ブ・ヤヌ・ベニュー、ビアンブニュ氏とも、レ・ミゼラブルの冒頭部分に登場する人物で、その慈愛に満ちた行為で、主人公、ジャン・バルジャンの人生を、 根底から変革する人で、レミゼラブルという壮大な愛の物語の鍵となっている人物である。ミリエル司教は、フランスの南東に位置するディーヌという田舎街の司教である。この作品で設定されている時代に実際にディーヌの司教であったのは、フランソワメルヒオール・チャールズ、ブヤヌ・ベニュー・デ・ミアリスフランソワメルキオル、シャルル・ビアンブ・ニュ・ドゥ・ミオリスという人物であり、この人物をモデルにして、 ビクトル・ユーゴーは、ミリエル司教という人物を描いたことが知られている。で、ミゼラブルという物語の原作は、ミリエル氏の人生に関する記述で始まる。彼は、良い家柄の生まれで、若い頃は有望果敢な人生を送ったらしいが、その後フランスで革命が起き、家は没落し、革命を避け妻とイタリアへと疎開している時に妻を亡くした。それが彼の心や人生に、 どのようなことを引き起こしたのかは定かではない。ただ分かっているのは、彼はイタリアからフランスへと帰ってきた時には司祭になっていたということだけである。彼は無名の司祭であったが、ふとした偶然からナポレオンと知り合いになり、その結果司教になったのである。彼はその後も田舎によくいるごく普通の司祭人々に共感する心に満ちた司祭として行動し続け、 人々からマセイナー・ブヤヌベニューと呼ばれるようになった。ミリエルは本当に世の人々のために力を尽くす人で自分の給料のわずか10分の1だけを残して後の残りはすべて恵まれない人々や教育を受けられない人々のために寄付していたのであった。また新たに赴任した土地に大きな司祭館と小さな建物の病院があって、 小さな病院の方が病人で溢れるようになっている状態だと知ると、ミリエル氏は自分には大きな館は必要ないと言って大きな館と小さな建物を交換し、自分は小さな建物へと引っ越し、病人たちのために大きな館を提供したのであった。ミリエル氏教は誰のことも疑ったりせず、誰のことも恐れなかった。家のドアの缶抜きや錠前は取り去り、 いつでも誰でも家に入ってこれるようにしていた。ある世のこと、一人のひどい身なりをした男が彼のところにやってきて、止めてくれ、と頼んだ。ビアンブニュ氏は、男に名前も尋ねず、まるで昔からの友人のように嬉しそうに、ジャンバルジャンを招き入れ、彼に食事を提供した。ビアンブニュは、これといって、財産らしい財産は何も持っていなくて、あえて言えばせいぜい金の食器くらいのものであったが、 その銀の食器で彼に食事を提供し、もてなした。この男ジャンバルジャンは自分のことを語ろうとしなかったが、実は刑務所から逃れてきたところであった。この男は生まれてすぐに両親を亡くし、やがて青年期には姉の子7人を父親代わりに育てるようになった。貧しかったので、その親やたちが腹を空かせても食べさせるものがなく、 仕方なしに初めてパン屋でパンを盗んだところを逮捕されてしまい、おまけに子供らのために山で漁をしていたことまで密漁だとして咎められて、五年もの刑を宣告され通論刑務所に入れられた。愛するおいやめに会えず、彼は刑務所の中で泣いた。彼は無口ではあったが、決して頭が悪いわけではなかった。犯した罪に比べて罰の重すぎることから、 社会に疑念を抱き社会を憎むようになった。何度か脱獄を試みたが、その度に失敗し刑期が数年ずつ伸び、その結果19年も刑務所で過ごすことになってしまった。腹をすかせたおいや名たちに食べ物を届けようとパンを盗んだことで19年もの刑。19年の残酷な年月は、この男の心をすっかり憎悪の気持ち一式にしてしまっていた。 通論刑務所を抜け出した男は3日かけて、およそ50キロメートルほど歩き、ィーニュの町にやってきた。ところだが、この町でも何度も、ひどい目に遭っていて、ミリエル司教から食事を提供されて、いくらか言葉を交わしたものの、相変わらず、疑心暗鬼のままであった。ミリエル司教は食事の後には男をベッドへと案内した。ジャンバルジャンは一人ベッドに入って、目を閉じたものの、 銀の食器のことが頭から離れず、ビアンブニュがその銀食器を枕元の棚にしまったことも見ていたので、夜中に静かにビアンブニュ氏の枕元に近づいた。ジャンバルジャンはミリエル司教の寝顔を見ることになったが、その顔の高動しさに圧倒された。ジャンバルジャンはこっそりと銀食器を取ると夜の闇の中へと走り去った。しかしジャンバルジャンはあまりにひどい身なりであったので、 すぐに警官に不審者として見とがめられ、その所持品にミリエル司教の銀の食器があったので、警官はミリエル司教の家へと連行した。警官はジャンバルジャンの持っていた袋の中に銀食器があった、とミリエル司教に言う。しかしミリエル司教は、それは私がこの人に贈り物として差し上げたものです、と言う。それどころか、なんとミリエル司教は、どうして、 食代を持って行くのを忘れたのですかとまで言って、一組の銀の食代まで差し出したのであった。警官はしぶしぶ引き下がり立ち去った。警官がいなくなると、ミリエル司教は、ジャンバルジャンに行った。そのような約束をした覚えのないジャンバルジャンが、当枠していると、ミリエル司教はさらに続けてこう言った。その後、ジャンバルジャンは苦境を脱するために、銀食器は、お金に変えたものの、 銀の食代の方は売ることはせず大切に持ち続けた。で、ミゼラブルの物語ではその後も、ミリエル司教の名は数回登場する。ジャンバルジャンは、この出来事の後、マドレーヌと名乗るようになり、市長となる。そして1821年のこと、ある地方紙の記事で、ミリエル司教が82歳にして亡くなったことを知る。あの銀の食代は、 彼の自宅のいつでも見ることのできる暖炉の棚の上に置いてある。その数十年後、ジャンバルジャンの波乱に満ちた人生の仕上げの段階に入り、臨終の時が近づいている。お手伝いから、死祭をお望みですかと尋ねられると、ジャンバルジャンは、私には死祭がいる、ここに、と言って上を指さした。実際死の床に見り得る死教は同席していたのかもしれない。 と小説のナレーションは語る。物語の最終箇所でも、ミリエル司教からの送られた銀の食材は何度も言及され、ジャンバルジャンは、ろうそくの輝きの中で池を引き取る。エドワード・ベアー、ザ・コンプリート・ブック・オブ・レ・ミゼラブル、29中、実際のディーヌ司教のリストは、FR、リステ・デ・エイベック・デ・ディニア。英語版は、EN、ロマン・カトリック・ダイアシス。 オブディニアリスト・オブ・ビショップス・シンス1802中フランス語のブヤヌベニュー・ビアンブにはようこそおいでくださいました。どうぞお入りくださいという意味であり、英語のウェルカムに相当する。ボリューム1ブック2チャプター12ボリューム5ブック9チャプター5ロウソク及びその光はイエス・キリスト及び愛のメタファーである。ありがとうございます。